え、何してるっすか。え、何してるっすか。え、指折るつもりっすか。え、何。サワヤンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワヤンチャンネルでした。しゃー。はい、ということでやってきてまいりました。我々が玄関からお届けしているということはそういうことです。ドスキリでございます。はい、で本日とあるゲストがこちらサワヤン宅にやってくるんですけど、誰なんですか。指輪さんです。指輪さんが我々サワヤン宅にやってきてコラボ撮影する。そうですね、コラボするコラボするということで、初コラボ。一応僕別の現場でね、一応お会いしたことがあって、ああ、はい、すごくねまっすぐで、誠実で、すごくね素敵な方だったんですけど、はいはい、まあ、そんな方であることはもちろん存じ上げてるんですけど、僕らはそうではないと。やっぱ初コラボはドツキリから始める。ドツキリをしなければならない。絆を深めると、まずドツキリで密な関係になってきたら、その次先を行くと。今回どこを密にするんですか。今回は、指男さんということで、はい、まあ、あのこれね、指パツチンと、まあ、歌声と、はい、で、まあ、一躍ティツクトツクで、ね、人気を博した人なんですけども、うん、まあ、指封印しようと。なるほど、指を封印。もうね、アロンアルファが私たちにはあるじゃないかという。これか、これを使えばいいんですよ。これで指を、はい、指をくっつけちゃおう。くっつけパラダイス、くっつけるくっつけるということで、これからやってきて、きます。まあ、ちょっと指パッチ指導してくださいみたいな。そう、一瞬ちょっとセッションしましょうよみたいな感じで、あそこで撮って誘導して、じゃあキーワード決めよう。その始めるタイミング、その羽がいじめにしてキーワードはズバリセッションセッションね。セッションしましょうって言ったら、しましょうって言ったら、あの、まあ、指輪さん実際身長そんな大きな体格も良くない、160ちょいぐらいのかな、それを191の私が最近ジムに行き始めてパワーみなぎってる、この私がこの腕を引いてガシガシ二の尽くして、ヤンが指手を掴んで強引に指をくっつけると。今回力技だよね。力のパワープレイ。もしかしたら逃げられる可能性あるけど、でもそこもう頑張って、で暴れたら危ないですよっていうのを優しい声で、歯医者さんと同じゲーム、なるほど動いたら変な出血しちゃう、動かないでねって言って優しくしっかりとねくっつけていきます。相当抵抗すると思うけど、命だからね、ここもう命だ。もうそれをちょっと一回あの、まあ、休憩、そうですね、やっぱ疲れてるから絶対そこ一回、なんか俺の場合ですね、スイッチを封印するって一緒に、確かに、そう、同じ原因、依存症を改善していくと。そうそうそう、で、それをやれば、もしくは新しいアイデアが思い浮かぶわけだ。確かに確かに、一回こう飛べる、一回飛べてる。歩きが最近ね、行ってたの、こうやってこうやって歩いちゃった。あ、それダメだ、報道されちゃうから。それダメだ、それは一回止めよう。なら一回じゃあ止めよう。まあ、ってことで、もう間もなくやってくるんで、うん、はい、ドツキリの様子、ぜひ皆さん、最後までお楽しみくださいということで、やっていきますか。しゃあ、しゃあ、指輪でーす。本日は指輪さんに来ていただきました。まあ、やっぱ指輪さんといえばね、僕らも以前あの48とのコラボの時に、僕があの青髪の時に外で走りながらこうやって踊りながらラーラリラってやってるあの曲の、要するにも、まあ、生みの親ですよ。元祖元祖ですよ。その1曲で、もう人生を変えた。で、間違ってないでしょ。間違ってない。そうでしょ。すごいわけですよ。指パツチンの、指パツチンで、まさかその人の歌を俺もこんなになりながら走ることになるとは誰も思ってなかったわけですってことで、まあ、指輪さんとやっぱり指パツチンね、これで本日はやっぱりちょっと僕らあの兄弟指パツチンを教えていただいて、なんかちょっとなんかあのよくあるじゃないですか、歌でハモるみたいな、あ、まあ、ちょっとなんか5曲をね奏でようかなって。確かに確かに、うん、俺学習能力高いから、学習力高い吸収力が一応ね指パツチンできるうわめっちゃいい、ちょっと音が最高低音みたいな、いやもう最高じゃないですか、いい音があるから、すげえ今の音聞かせていただきましたけど、いやめちゃくちゃすごいですよ。いやもうすでにこの領域にもういますよ僕ら。もうすやっぱ柔らかいですよ。柔らかい、なんかソフトでちゃんとクリーンな音なの。え、土だね、指が。指テクなんだよ。確かにうまそうとは言われますけど、それはうまそうって言われます。うまそう、言われる、言われるんですけど、何が、何が、いや、そう、まあ、これが、あ、これ流せ
なんで表現しますか。これさ、表現方法がさ、もうやばいやつだよこれは。遠慮してるより見えて全然ボールやっちゃってる。ボールやっちゃってる。まあじゃあってことで、はい、ね、早速、一回ちょっと教えていただきます、はい、まずどんな感じですか、コツは。僕はあんまりこう、力を抜いてやってますね。なんかあんまり力みすぎちゃうと、結構音ならないんですよ。っていうのは、はい、あの音の発生源って、はい、ここからなってるんで、ここですね。そうです、この肉球じゃなくて、なんて言うんですよ、なんか指の腹みたいな、もしきを回しればここに、この中指がバウンドした音が、はい、その反響して僕らの耳に届いてるっていう仕組みなんで。なるほどね。だからこうできない人ってここのなんかここで音鳴ってると思ってるから、これめっちゃギュッと握っちゃう、ガーってやっちゃうんですよ。あ、俺さっきそれやってた。それだと逆にここまで力が伝わるの。そうなんですよ、相殺される。あ、なるほど。確かに。だからこう柔らかくこうなんか手首をこうウィンウィンみたいな感じで、こういうスナップ引かして、ね、そういう本当にスナップ、それこそ本当にスナップ引かしてやった方がそれはできない。これはもうこれなんだよ。これはもうこれなんだよ。これはね、いつもこうやってですか。音鳴らない、音響の反響で、反響音波で、音波で最低ね。基本はもう終わった、はい、はいはい、次一応応用編、応用編。ちなみに全部の意味なんですか。いやでも僕基本も中指がメインでやってて、たまになんかアクセントで薬指こうドゥルドゥルダブル、ダブルパッチみたいなのはする時ありますけど、でも基本中指がやりやすいんで僕は中指でやる。なるほどね。すごい感じ。すごいな。はいよ。どこやってるんですか。いやでも彼これ10年ぐらい。じゃあ生活の一部みたいな。いや、そうですね、完全に。じゃあ授業中もずっとこのやりやってたって。いやだから授業中もやってたんで、クラスの女子からはすごい嫌われるんでしょ。嫌われる、みんなこれ警戒してる。あいつやばいやつだ。これやってくれる、気をつけろ。生活の一部みたいな。いやもうそうなんですよ、本当に生活の一部で。はい、なるほど。なるほど。ちょっとまあじゃあ試しに一発一回もう、もういける。いや、何の曲にします。なんか、あと何を奏でます。結構キー高いんですよ、あれ。だ僕はもうバスで行きます。テノール、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 はいはいはい、僕、アルトで行くんで。アルトっすか。アルト行きます。ちなみに俺ら歌唱力何の時代。うるさいだけだから俺。森の熊さんとか。アルト、あ、森の中熊さん、ああ、もう完璧じゃないですか。出会った、マジですごくないですか。僕いらんないですか、多分。まあ、じゃあ2人で今日はこれ教えてもらったんで、これ教えてもらったんで、今日はもう2人で。あとは僕あ、これで用済みですか。あ、用済みです。今、ノリやってみますか。そう、セッションしますか。セッションしましょうか。セッションしましょうか。じゃあ、もうすごいですけど、ちょっと、ゆうさん、ちょっといいっすか。あ、そうです、はい、はい、ちょっと、はい、ちょっと待ってください。はい、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 何をしてるんですか、これ。何をしてるんですか。ちょっと、いや、頼む。何をしてるんですか。いや、セッションです。いや、そっちはセッションです。いや、セッションそういうセッションです。いやいや、もうそんな犯されるなんてとんでもない。いや、ちょっと一回耳だけもらっていいですか。はい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 、ごめんなさい。何するんですか、何するんですか、何してるんですか、何してるんですか、え、何してるんですか、え、何してるんですか、え、指折るつもりですか、え、何してるんですか、え、何してるんですか、何してるんですか、え、アロンアルファ塗ってますか、え、逆の、いやアロンアルファ、ちょっとアロンアルファって皮膚がやられそうなんですよ。ちょあれ、いやいや、どうですか。あ、もうくっつきました。もうできないですよ、僕。できないです。
僕は本当にこうじゃないですか。そう、これ専門で。もうこれじゃないですか。セッション完了です。セッションって言うんですか。いや、バツテロールで。もうじゃあもう僕本当に様子見じゃないですか。もう声しかできないじゃないですか。もう僕声で様子しかできない。なー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 、僕なーなー。わー、しかも抵抗しないからです。そう、なすごい。いやさ、ちょっと抵抗しないと思ったらさ、もう肌いじりするまでもあるあるかじゃないですか。めっちゃさ、いや、大男2人がね、やられちゃうんだけど、もう僕がいくらこうやって、もうガーってやられる。暴れる暴れる、たぶん、ちっと道ったんで、でもよかったです、そうです、ですもう指の骨以外も折れそうだったんで。じゃあ、お疲れ様です。じゃあ、今日はもう、これで、いや、僕、指輪じゃなくなってしまう。男もじゃないですか。男そうですよ、もう、本当に。ああ、どうしようか、明日から、今日からどうしましょう。男タレントで男タレントの男。いや、普段どうしようか。男男って変えますもん、はい、え、じゃあ鳴らしてくださいよ。いや、だから鳴らないですよ。もう鳴らないです。もう鳴らそうと思ったら皮膚が取れそうなやつさせるんです。すべて取れ、引きちぎれそうです。もうなんか指の数取れそうなんで、これしかないです。これ。でやっぱもう剥がないですか。いやマジで。無理したい、無理したい。ということで本日の企画、はい、説明させていただくと、はい、まあ指男さんの指をアロンアルファでくっつけてみたと、はいはい、指パッチン封印です。まあある意味セッションです。はい、セッションです。はい、ああ。僕ら特殊なセッションしかできなくて、はい、こういうのがセッション成功。めっちゃいいです。しましょうか。過去にちなみに指を封印されたことありました。今日が初めてです。初めてです。いや多分それみんな気使ってそれはやっちゃいけない。だって僕らちょっとそういうの分かる。鈍くて鈍く鈍いんですよ。いやでも僕は明日から失いましょう。できない。だから男っす。男っす。明日からでもちゃんと概要欄に貼っときます。指男じゃなくて男男ってリンク貼っとくと男のチャンネルはこちらから。男のチャンネルはこちらから。男はもう男は草でコメントあふれかえる。いやでもありがとうございます。いい機会ですよね。いやそうですね、はい、ちょっとそこをちょっと殻破っていきたかったんです。そうですね、また一応指をこう強くしてもらって、いつかこのもう欲が耐えきれず鳴らしたいっつってもう皮膚ごとバチッて言った時にまた進化する。指輪とか回避になるわけです。ドラゴンボール新指輪新指輪超指輪と。いや一回指輪と戻るんですけど、これがこっちもしかしてこれでいいですか。いや、これは良くないですよ、さすがに、うん、だから、はい、ちょっとちゃんと責任持って僕らで剥がさせて。一回行きましょう、一回行きましょう、一回男連行。男連行。いやこれ本当にこんな経験ないですからね、僕。いやでもなんかかっこいいっすよ。あ、かっこいいですか。うん、なんか常にこうなってんの。あなんか何かをこう、なんか何かを悟り開いたみたいな。あ、なるほどなるほど、失われた力みたいなね。こう、インしていただいて印象ですね。さすが、もう何回もくっつけられてるから、もう何回も対応がもうプロくなってこうしていただいて。剥がし器を持ってきた。実はあります。ギャビチャってやればね、マジですか。指パッチンができるかもしれない。本当ですか。本当に本当に。こうやってちょっと軽くこうできる。いやまだできる。まだできる。いきますよ。言えますね。ちょっと剥がし器染み込ませましょう。はいはい。まだ。いやまだできないです。もう力がここに流し込んだろう。ちょっと全くね。まだね。まだ指パッチンができる。こう立ってもらっていいですか。おなんかあともう一押しあればもういけそう。いきます。徐々にもうなんかもうあともう少し。俺とさでさ指片方ずつ持って一斉でガッてやる。それダメなんだ。それ炎上するんだよ。じっくりやればね。慌てちゃいけない。はいはいはい。ちなみにここちょっとピンク色なのはこれ何なんですか。ちょっとキスマークとかこう T シャツにつくパターンってあるんですか。もしかして昨日東京早めに前乗りしてちょっといい。これなんかちょっとセッションしてたんですか。審議だけど。これ最初そのデザインかなって思ったここだけだから。何なんですかそこ。いやもうこれはでもピンクの服と一緒に洗濯しちゃったんで色落ちが怪しい。いやいや本当にピンクの服だ。誰の服なんだ。いやいやどこの女性。いやそんなこと言ってる間にいや全くでも状況がこう好転しないですね。ちょっとなんか白くはなってんですよ。でも、ね、あのそれ行こう。いい経験始まってこれはなんか剥がし液が有効効果抜群です。今ってことでね少しでもね、まあ、指輪さんよく頑張ったなと、はい
あのこれからも応援してあげたいなという方は、はい、ぜひグッズとボタン高評価、はい、あ、ごめんなさい、男を応援してもらって、男さんの動画あの概要欄に貼ってるん で, るんで、ぜひチェックお願いします。今男なんで、まあ、男今だの動画です、ね、この後あの指男に、まあ、戻れるかわからないですけど、戻った場合はあのティツクトツクの撮影がね、そうす、はい、また控えてるんで、はい、あ、まあでももうね、男を男として生きていく覚悟もできたんで、もうできたんだ、もうできた、じゃあ大丈夫だ、そうですね、はい、はい、まあ、仮に外せなかったとしても、もう男として、はい、あ、ちょっとみんなにあのグッドボタン押してくださいってちょっとやってもらっていいですか、はい、あのグッドボタンキュンです、押してください、キュンです、コースコースQ1 コース、指をじゃなくて Q1 親指がもうね、指コース、いや親指が、親指がちょっといじめる、無理ですよ、男いじめるのということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またね、次回の動画でお会いしましょう、バーン、指田さん、コース、ああ